年になんか SNS でお米の女王決定戦がやってるっていうのは知ってて、でも出たいなと思ったけど、まだその時は出れるレベルじゃないと思ってて、シーズン7ヶ月キングスに通って今年こそ出ようと思ってシーズン最後の大会なんで出ました。山でしか会えない友達普段味わえない楽しさが味わえるところがすごく好きです。2連覇しに来ました。いやめっちゃ楽しかったです。なんか結果は飛びやすくて楽しめました。いやー、まあ、とりあえず予選敗退だったんで、でもまあビギナークラスで初挑戦だったんで、まあ、自分のできる限りは全力を尽くしたので悔しいけど悔いはないです。出てよかったし楽しかったです。何点？100点満点で。練習してきたことがすごい出せたことがすごい嬉しかったですね。なんで出たいと思います。部門を上げて。出ます。出ます。スピン系に挑戦したいなって思います。来年は一般ストレートとスタイル部門。絶対に出ます。でも表彰台を狙います。はい。